フレデリック・エドウィン・チャーチはアメリカ合衆国の画家、コネチカット州のハートフォードに生まれた。父親は成功した実業家であった。家族の知り合いでハートフォードに公共美術館、ワズワース・アテネウム美術館を作ったダニエル・ワズワースの紹介で1844年に18歳でニューヨークで活動するトマス・コールの弟子となった。コールの下で2年間学び、 ニューイングランドの各地の風景画を描いた。1846年に、バズワースアテネウム美術館が、チャーチの作品を買い上げた。1848年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員となり、翌年正会員に選ばれた。1848年には、弟子として、スキルマンを教えている。 トマスコールを主としたが、その作風はコールとは対照的で自然を丹念に調査し、人物等は配置せず、忠実にありのままの姿で描くことを良しとした。ナイアガラやアンデスなどの壮大でドラマティックな光景を大画面に再現し、作者たる自分と同じ体験を見物人に味わってもらおうとした。ウィキメディア・コモンズにはフレデリック・エドウィン・チャーチに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。